コンスタンス二世、コンスタンス二世、ポゴナトス、630年、11月7日から668年9月15日は、東ローマ帝国、ヘラクレオス王朝の皇帝、在位、641年から668年。コンスタンティノス三世の子で、元の名は、フラビオス・ヘラクレオス。後、コンスタンティノス。コンスタンスは、小さなコンスタンティノスの意味で、 ボゴナトスは、ヒゲが生えているを意味するあだ名。本名から、コンスタンティノス四世と呼ぶ場合もある。六百四十一年、祖父、ヘラクレオスの死により父、コンスタンティノス三世が即位したが、異母兄弟のヘラクロナス、ヘラクレオスとその名、マルティナの子との間に行為をめぐっての争いの最中には死亡。ヘラクロナスを用したマルティナが権力を掌握しようと、したが、 中央軍長官であったウアレンティノスを中心とするコンスタンティノス賛成派と首都市民サーカスト派の力によってフラビオス・ヘラクレオスが十一歳で共同皇帝となる。その際に祖父、父の名、ヘラクレオスを外してコンスタンティノスと名乗った。さらに元老院などの格作によってヘラクロナスらは敗位、追放され六百四十一年末。 あるいは642年初めにコンスタンスが単独の皇帝となった。当初は幼少のため元老院や州都のウアレンティノス645年頃に失脚が実権を握っていたようである。この時期帝国艦隊が644年頃にシリア沿岸部の一部都市、そして645年にはエジプト642年に イスラームが征服のアレクサンドリアを奪回するが、いずれもその後の戦略や補給の失敗などにより維持には失敗した。エジプトからは646年に完全に撤退し、以降帝国がエジプトを奪回することはなかった。また647年にはおじ、母の兄弟、ヘラクレオスのいとこのニケタスの息子で、カルタゴ総督のグレゴリオが反乱を起こして反対皇帝となった。 しかし彼は同年にアフリカプロコンスラディスに侵入してきたイスラーム軍に敗れ戦死した。なおこの時のイスラーム軍はほどなく撤退したためカルタゴはその後も帝国領に留まっている。コンスタンス二世は自ら軍を率いて繰り返して遠征を行っている。最初の遠征は651年頃にアルメニアを目的地として行われた。 しかしこの遠征は成果を上げず、直後にアルメニアはイスラームの支配下に入った。また当時シリア総督であったムアービアが649年にイスラーム艦隊を創設し、キプロス島を攻撃、翌650年にはシリアに残った最後の帝国領であるアラドス島を制圧した。これ以降イスラーム艦隊の地中海進出が激化したため、 655年にはコンスタンスは自ら艦隊を、率いて小アジア南部、リュキの沖で、アラブ艦隊に決戦を挑んだが惨敗を期して、命からがら逃亡した、リュキア沖海戦、マスとの戦い。だが、その直後、656年以降は、ムアーウィアとアリーとの間で、カリフィをめぐる内戦が、き、第一次内戦、ムアーウィアとの和平が成立したため、 イスラームとの戦争は改陸とも一時的に沈静化した。東方の状況が一段落したので以降のコンスタンスは西方での状況改善に傾注していった。まず658年にはバルカン半島南部のスラブ人居住区域に遠征を行った。この時捕虜としたスラブ人をコアジア半島に移住させてイスラームとの戦いで減少した人口の補填策を とっている。ついで661年には、コンスタンティノポリスを立ち、アテネなどに滞在した後663年に、アドリア海を渡って、南イタリアに上陸した。そしてベネベントを包囲した後、同年6月に、ローマに赴いて、ローマ教皇、ウィタリアヌスと会見した。なお、ローマ市を訪問した東ローマ皇帝は、コンスタンス2世が最後である。だが彼はすぐに、 ナポリを経由して、シチリア島のシラクサに入り、668年に暗殺されるまでこの地に滞在した。コンスタンス二世がイタリアに遠征した時、ランゴバルド王国のグリモアルドス一世は、帝国軍の来襲を予想して、北、イタリアで軍勢を動員している。しかし実際には、コンスタンス二世は、南イタリアに上陸し、ローマにも、ごく短期間しか滞在していない。さらに、 当時帝国のイタリア支配の中心であったラベンナには関心すら示していないようであ。こうしたことから彼は最初から南イタリア、特にシチリア島を拠点として西方での支配の再編を目指していたと考えるべきだろう。シチリア島に入ったコンスタンス二世は新たな税を付加してシチリア島で艦隊を新設した。これは百六十年代に入って アフリカプロコンスラリスへの圧力を再び高めていたイスラームに対抗し、後方、海上からイスラームに反撃を行う目的で創設されたと考えられる。しかしながら、イスラームの圧力は帝国の西方領域でのみ高まっていたわけではなかった。661年には内戦が終結したムアーウィアが単独のカリフとなっているウマイヤ朝。 ムアーウィアは小アジアや東部地中海でも帝国に攻勢をかけ始めていた。そのため、コンスタンス二世がシチリア島に連れてきた軍の中に不満が高まっていった。最後には、中央軍長官のミジジオス、ムゼズの陰謀によって入浴中に襲われ、2日後に死亡した。また同じ頃、小アジアでもサボリオスが反乱を起こしている。宗教的な側面では、 ヘラクレイオスの発布したエクテシスが不評だったこともあって648年にテューポスを発布した。だがこの直令も単位論などへの配慮ゆえにローマ教会などから新発を受けた。そのためコンスタンス二世は653年にローマ教皇マルティノス一世を逮捕しケルソンへ追放している。なお彼の第には小アジアにおけるタイイスラーム防衛システムが徐々に 整備されていく。これがその後の手前と発展していくことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。